二の腕痩せしたい方、肩甲骨を動かしてみてください。というわけで、だいぶ暑い季節になってきました。私もね、こんな感じで普段ノースリーブで過ごすことが増えてきたんですが、最近ね、 YouTube のスタッフさんに二の腕痩せましたかっていう風に言っていただきました。で、何をこの数ヶ月意識したんだろうと思ったら、背中、肩甲骨をしっかり使うストレッチだったりトレーニングっていうのを私この数ヶ月頑張ってきたんですね。というわけで、今日は二の腕痩せしたい皆さんにおすすめの簡単に座ったままでできる二の腕トレーニングをご紹介しようと思います。結構地味なんですけど、しっかり効く上に肩こりの方、あとは体が冷えてる方なんかにもおすすめの内容となっておりますので、ぜひ一緒にやってみてください。それでは早速始めます。では早速始めます。まずは楽な座り方で座っていただいて、肩周りを動かしていくことから行いましょう。指先を肩先にちょっと乗せていただいて、届かない方はね、この形であれば大丈夫です。肘のてっぺんで円を描くように、前から後ろに向かって大きく肩を回していきます。肩甲骨、背中を意識して動かしてみましょう。スタートです。できるだけね、大きな丸を描くように、前は見えてるので動かしやすいと思うんですけど、後ろに向かう時もできるだけ肩甲骨背中同士を寄せ合って下ろす、上げる、下ろすを繰り返します。はい、では今度はそのまま両手を真上に上げて、手のひら正面です。息を吐きながら、肘と肘を背中側で寄せ合うようにしてみてください。で、繰り返します。これも自分の腕の始まりが肩からではなくって、背中、肩甲骨から始まってると思って、背中の中心から手を伸ばす、背中の中心を寄せていく、この意識を持ってみましょう。そのまま手のひら床向きで真横に伸ばします。ここから肘を引いていくんですが、肘を引くときに手のひらを天井、伸ばすときに床、これ繰り返してみましょう。ちょっとね、ねじりも加えていきます。引くときに小指側を天井の方向けるようにして、肘同士引く、戻す、お腹の力が抜けるとだんだんね、体が前にぐーっと反り出していくので、お腹はふーっと息を吐いて薄いままをキープしてください。はい、 OK です。ではここからは両手を後ろについて、指先お尻の方、足腰幅で膝を立てましょう。この状態でまずは巻き締めたまま肘を曲げる、手で床をして伸ばすを繰り返します。肩が内側に入らないように、ぐーっと胸を上に突き出してみてください。そのまま曲げて伸ばす、繰り返します。はい、では最後は肩の真下に手首をついた状態で、腕は固定、お尻を膝と胸と同じ高さまで持ち上げる、下ろすを繰り返します。結構ね、この肩のあたりがぐーっと動いてるな、胸伸びてるなっていうところまでお尻を持ち上げる、戻す、繰り返してみてください。これは全身運動ですね。ヒップアップにもつながっていきますので、頑張ってやってみましょう。あと少しです。では楽な座り方に戻って、ちょっと腕ブラブラと揺らしましょう。本日は以上です。お疲れ様でした。
皆さんお疲れ様でした。今日やった動きですね、最初にもお伝えしたんですけど、二の腕痩せ以外にも肩こり解消にもすごくおすすめ、そしてさらにさらにこれ続けていただくととっても姿勢改善にもいいので、普段デスクワークでね、こう体を前に丸め込むことが多い方、視線を下に落とすことが多い方なんかにも特におすすめしたいです。で、床に座る以外にも椅子に座った状態でもできるものとなっておりますので、ぜひぜひオフィスなんかでも皆さんと一緒にねやってみてください。はい、今日の動画続けます。二の腕夏中に痩せますと言ってくださる方、コメントをぜひ残してください。高評価とチャンネル登録もお待ちしております。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。